ガッキーという愛称で日本中の男性からだけでなく年齢問わず女性からも愛される新垣結衣さん。2021年5月19日には歌手で俳優の星野源さんとの結婚を発表されましたね。今回星野源さんとご結婚されたことで日本中が驚きと祝福でお祝いムードになった反面、多くの男性たちはショックを受けてその日は早退したり翌日休んでしまった男性もいたとかいないとか。今回はそんな新垣さんの初々しい頃のグラビアを生い立ちとともにご紹介します。新垣結衣さんのプロフィール。本名新垣結衣。生年月日1988年6月11日。出身地沖縄県那覇市。血液型 A 型。身長169センチ。3サイズ。バスト82、ウエスト63、ヒップ88。所属事務所レプロエンターテインメント。子供の頃の思い出。新垣結衣さんは沖縄県出身で、新垣家姉妹の末っ子として生まれました。恥ずかしがり屋で泣き虫の甘えん坊だった新垣さん。常に抱っこされるのが大好きだったそうです。新垣さんの子供の頃の思い出は、お盆が終わる時にお供えにしていたパイナップルを転がしていたこと。転がしているパイナップルにはご先祖様が乗っているので、ご先祖様を見送るためにしていたとか。地元ではみんなしていることだと思っていた新垣さんでしたが、それは新垣家だけの過ごし方だったとか。その新垣家だけのルールを堂々と小学校の絵日記にも書いていたとインタビューで答えていました。小学校入学から中学校卒業。その後新垣結衣さんは那覇市立海南小学校に入学します。小さい頃から絵が好きで、小学4年の時にはお母さんを描いた絵が地元市主催のコンクールで入賞した経験があるとか、自身が発売した CD ではジャケットのデザインも手掛けたと言われています。また同じ沖縄県出身のアイドルグループスピードの大ファンだったそうで、スピードのメンバーになることが夢で3度沖縄アクターズスクールの試験を受けたそうですが、全て不合格だったという悲しい経験もあるそうです。また小学6年の時には好きな男の子に告白したこともあるそうです。海南小学校を卒業後、大里村立大里中学校に進学します。小学校の告白はうまくいかなかった新垣さんでしたが、中学時代は初交際のお相手がいたそうです。この時代は多忙だったにもかかわらず、彼氏と一緒に登校したり文通をしたりと楽しんでいたそうです。芸能界へのきっかけは2016年5月28日発信の日刊大衆によると、中学1年生の時に次女である姉が新垣さんの履歴書を投函して雑誌ニコラの読者モデルオーディションに合格したことから始まります。2005年にニコラを卒業しているのですが、4年間の間に15回も表紙を飾るという異例の登場回数で伝説になっているんだとか。その影響で地元沖縄から東京まで仕事で往復することに。多忙な中学時代でしたが、運動が得意でなかったことから女子バスケット部のマネージャーをしていたそうです。2016年12月26日発信のスマートフラッシュによると、マネージャーの新垣さんがバスケット部員の誰よりも背が高かったんだそう。それほど好条件であるならば部員として活躍できたのではないかと感じますが、運動はあまり得意ではなかったようです。超多忙とも言える中で一緒に登下校したり文通する彼氏もできていて、いわゆるリア充だったようです。中学卒業と同時に上京しましたが、この頃から軽い反抗期が始まっていたとか。高校生活と芸能活動との両立。その後、高校に進学した新垣さん。学校名は日の出高校と言われており、当時は女子校でした。全日制、スポーツ、芸能コース、芸能クラスへ入学したそうです。通信制ではなく、全日制を選んだようですが、高校でも超がつくほど多忙だったらしく、学校を卒業するのに単位がギリギリだったとか。卒業できるかできないかの瀬戸際に立たされ、
学校に居残りをしてレポートを作成していたそうです。2015年2月20日発信のシネマトゥデイによると、新垣さんは当時のことをこのように語っています。その頃の私は仕事で忙しく、あまり学校に行けなくて、卒業できるかできないかの瀬戸際だったんです。レポートを一人で書いていると、先生がちょこちょこ教室に入ってきては、どう？進んでる？って声をかけてくださるんですよ。それを心の支えに無事卒業しました。お昼は1年生からいつも同じメンバーでお弁当を食べていて、クラス替えになっても毎日一緒にいたことが楽しい思い出なんだとか。ちなみにお昼を一緒に食べていたメンバーの中には女優の多部未華子さんもいたとのことです。修学旅行では鎌倉に行ったそうで、新垣さんは多部さんとも一緒に鎌倉を歩いていたなんて、今だったら豪華なツーショットになりますね。高校の卒業アルバムがあるのですが、可愛いのはもちろんのこと、3年間走り切った達成感あふれるいい笑顔をしています。高校時代もドラマや映画で忙しくしていたので、通信制課程で学んでいたのかと思いきや、全日制で毎日学校に通っていたんですね。高校時代に出演したドラマは2005年7月放送のドラゴン桜をはじめとして7本に出演。なんと2005年4月放送の落下女では、モテない男がどうやって可愛い女子を落とすかというコントのヒロイン役もしていました。ちなみに新垣さんが日の出高校出身であることは、2013年4月12日放送の花丸カフェに出演した際に放送された高校入学式の制服から明らかになりました。女優業以外にも、女優業だけでなく CD もリリースしていて、2007年12月5日にリリースされたアルバム空はオリコン週間ランキングで3位を記録し、収録されているヘブンリーデイズは恋空の主題歌になりました。その後2枚のアルバムが発売されています。シングルは2008年7月16日リリースのメイクマイデイから4枚発売され、メイクマイデイは2008年5月放送のドラマ8ワンダイバーの主題歌として使われています。新垣さんは同ドラマに出演していないことから歌手として参加していることになります。2010年にリリースした3枚目のアルバムを最後に新垣さんは歌っていません。メイクマイデイは新垣さんの清純なイメージとぴったりで、とても素敵な歌ですよね。歌声も可愛らしい新垣さんですので、またリリースや披露される機会があると嬉しいですね。ご家族とご両親の職業は？新垣さんのご家族は、父親、母親、長女、次女と新垣さんの5人家族だそうです。ご家族はみんな一般の方なので、お名前など個人が判明するような情報は公開されていません。ご実家は植木屋さんを営んでいるようで、以前、15歳に戻ったら何がしたい？の質問に対して、花屋になりたいと思ったこともある。実家が植木屋だったので、自分が継ぐんだと思ってました。三女なのに。と答えていました。父親は若い頃ミュージシャン志望だったそうですが、独身の時は美容関係の商品の卸の仕事をしていたと言われています。結婚後は自営で植木屋をしていたようですが、現在も続いているかは不明です。また父親の職業については、ステーキ屋を経営、美容院を経営、雑貨屋を経営とか教師をしているなど、いろいろな噂があるようです。母親は東京出身で、結婚を機に沖縄の人になったようです。性格は社交的で、身長は170センチだと言われています。お母さんが東京出身ということからか、半年に1回は遊びに来るそうです。結婚前は美容師をしていたと言われていますが、現在もしているかは不明です。また、テレビ西日本アナウンサーの新垣元子さんがお姉さんだと噂されたことがありました。ですが、新垣元子さんは福岡出身で、新垣さんとは全く関係がないようです。名字の読み方は新垣ですが、噂になった新垣元子さんの名字の読み方は新垣だそうです。
さらに新垣結衣さんにはハーフ説も出ました。こちらの画像は中国人女性のロン・モンローさんです。パッと見ガッキーと思う方もいるかもしれません。身長が高くスタイル抜群なことから、新垣さんはアジア系のハーフではないかと噂になったことがありました。また新垣さんにそっくりな中国人女性のロン・モンローさんのインスタから中国と日本のハーフ説が流れたようです。またお母さんが中国人なのではないかと言われていましたが、あくまでも噂のようです。今回はグラビア映像とともに女優のガッキーこと新垣結衣さんの生い立ちやご家族についてお伝えしました。